はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。パピスリライト始めていきましょう。朝食はバランスが取れたメニューが一番ね。男嫌いを直すの手伝ってよね。おはよう。昨日はよく眠れた。モノマネするね。ここだけの話、体重を魔法でごまかしています。私も先生様の。おはようございます先生。ここだけの話、こっそりバストアップ体操を。モノマネ意気込む。おはよう先生。今日も一日グーマリン。美術は気合根性、そしてガッツ。コーチの熱い魂は伝わってきた。挑戦してみるか。さっきまで先生あるか。朝ごはんはドルチェとカプチューノ。これくらい当然ね。ポッドキャスト強化しない。立派なレディーになれたかしら。このライブです。このライブのところも。分かりにくいが絶対もらっときましょう。やるじゃない。キラキラエンジェルハッピー。これくらい当然ね。やるか。またフレンドになんかあった。友情バッチ。ありがとう。
に埋めたりしないよ。言っとくけど、土に埋めたりしないよ。いや、物騒だ。なんかちょっとやばい。おっと、ドッペルゲンガーが。やばい。サブサが。何をしようとしてるのこれ。サブサの強化をできるかどうかだよね。強いこいつ。とどめだ。隙だらけです。聞いたんですか。人ならざるもの。失礼。勝ってみせる。エミリアさんも綺麗な花にはトゲがあるものよ。オービコオービワッフル。チタン以外のクリアも失敗してますからね。
キアラ応答。あ、先生、今忙しいですか？ありがとうございます。実は先生にお願いしたいことがあって。先生にはこの前私の正体を教えましたよね。私はウェールランドの第二王女ティアラ。でもお願いです、私の正体を知っても今まで通りお話ししてくれませんか？あ、王女としての命令じゃないですよ。ただ先生が私に敬語を使うと。はい、それに先生には変にかしこまってほしくなくて、こうして自然にお話がしたいんです。ですのでいいでしょうか？あ、ありがとうございます。すごく嬉しいです。あ、せっかくだから呼び方も変えますか？なんならあだ名で呼んでもいいですよ。なんでやねん。あ、やっぱりやめておきましょう。あだ名はまだ恥ずかしかったというか照れくさくて。とりあえず今日はこれで失礼しますね。お話できてすごく嬉しかったです、先生。とりあえず強化しないといけないですね。これは厳しい。こっちはどうなのか。やっぱサルさんどうやって強化できないのか。行くぞ。皆を守る剣になるぞ。私たちの絆は決して切れん。労働の対価いただきます。先生の経験値も上げていかないとな。まだまだ購入されてないですか。あとカードクエストだな。誰でもいいか、そういったクリア。がないな、このクラスになると。なんだ。これでいける。これだと完勝ですね。冷静にな。終わりだ。おいおい、瞬殺だよ。やった、楓も役に立てました。
か。頑張ります。いけそうな気がするんだけどな、これだったら。できますが、間に合うのか。とどめだ。患者が死にそう。人ならざる者。何ダメージ与えられない。いいですね。ちょっと、やりました。僕が一番。やった、すごく嬉しいです。12体以内クリアすれば OK。 サルサとエミリア、さすがです。以上上げられないのか。そうかもダメ。サルサは、サルサは強化できますね。自己新記録出せちゃいそう。物語を見ることができる。胸とかもあんまりなくて、
フォークロアのみんなと舞台に立つとそれがより際立つっていうか、エミリアはあの通りのワンダフルサキュバスボディ、うん、グアネットはセクシーな黒い下着を身につけてて、そのデザインに負けないくらい攻撃力満点ボディ、そしてアルファはいざとなったらお胸が大きくなって敵の攻撃を受け止める機能が。きっとジョークだよね。けどアルファも僕よりは全然大きい。だから僕ももっと大きくなりたくて、いつもご飯をいっぱい食べてるの。けどなかなか大きくならなくて。え？カニさんみたいに。肩幅が狭いからな、サルさんは無理ですね。わあ、東京するしかない。今日は相談に乗ってくれてありがとう先生。先生のおかげで答えがわかったよ。カニさんはちっちゃいけど戦うための武器を持ってる。甲羅だったりハサミだったり、大きい敵に向かっていく気持ちだったり、それと一緒で僕も体がちっちゃいのをカバーできるように魔女としての武器を磨けってことだよね、うん、そうそうそう、ありがとう。やっぱり先生は頼りになる群れのリーダーだね。あれ先生、指先から血が出てる。あ、もしかして触ろうとして挟まれちゃった？大丈夫、こういう時はチュッ。はい、これで平気。このくらいの傷チュッて舐めれば治るはずで。お、うん、もしかしてチュッてされたのが恥ずかしかった？ごめんね、つい友達にやる感じで。改めて意識したらなんだか恥ずかしくなってきたような。こんなにドキドキするなんて、きっと今の僕の顔は。そんなことないよ、僕はこれくらい全然平気。そう、これくらいで慌ててたら舞台で輝けない。見ててね先生、僕だけの武器を磨いて鍛え上げてオルケストラで披露して、満員になった客席をドキドキさせてみせるから。フォークロア、僕さあこれで再度戦ってみるか。やるじゃない。先生のレベルは上がった。他もちょっと強化してみよう。なるほど、ログインした時間長ければそれだけ課題アイテムもらえるんだ。怖いなこの機能。ありがとうございます。レベルに一回挑戦するってね。なんかナラリズムダッシュの。レッスンの精度よし、わふわふ。よし、残り、サ
やりました。これでいいんだ。ランクがつくんだな、アリーナは。そうすると受け取ることができる。ありがとうございます。どんどん承認していきましょう。するんじゃなくて、なるべく多くのクエストに少しずつ挑戦していくのがいいってことかもしれないですね。体も強化しないとな。どこだ？これいた。体調まだパワーアップできますからね。強くなれて嬉しいです。開花できる。しかもでご飯、これもう見てる感じが装備をパワーアップできる。ありがとうございます。寒さをパワーアップできるかどうか見てみよう。これ以上はできないね。この調子でじゃあやっていきますか。あ、圧勝になった。いや、挑戦するんだが、サルサ落とされてしまった。せっかくサルサ強化したのに、現実は非常である。いい声で泣かせてあげるわ。お願いします。これで攻撃してくるクアラ。あーやばい、カイザが見られてる。どうだ、カイザ耐えられるか。あとティアラを残すのみ。貴族の誇りにかけて。ターゲットロック。ケイケイ、もう一発。オッケー、当然の結果ね。労働の対価いただきます。
破しました。次の圧勝でいけるみたいです。頑張りましょう。今度はサウスが再び加わった。大地に根を張る花のように。これが心臓の力。遊んであげるわ。防御がすごい。ターンが7ターン目になってるよ。何こいつは。無理だ。絶対これマニュアルで倒していかないといけないよね。無限大じゃん。卑猥な敵が現れた。
ボタンで倒しました。やった、楓も役に立てました。そっか、お任せください。こういうふうに交互にやっていて、どんどん先に進んでいくわけですね。あんたたちを守ってあげる。倒しました。お礼を言ってあげるわ。やった、すごく嬉しいです。なんだ、ピックアップ召喚、まだ足りない、まだ待ってる。よく来たな。召喚がまだできないんだよな。これは
つしか持ってない。先手を取った。ターゲットロック。失礼。光は？そんな。うん。先生か。高い。順位アップ。報酬もらえるのか。あんまりやりすぎても楽しみがないんで、まあ、5回までいちいち挑戦できますね。ということで、まあ、おつまみつ、まあ、少しずつつまんでいく方法でプレイすることが、これがいい方法かなと思います。ラピスリライツも。友情も増えましたしね。9人になったフレンドも。今レベルは31だな。はい、皆さんありがとうございます。引き続きタピスリーライズもやっていきますので、応援よろしくお願いいたします。まだお方よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に表示されているプレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。またまだの方、ツイッターのフォローしていただければ嬉しく思います。ラピスリライツお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。